4、5年前に告白してますけど、さんまも話題のその1年前か2年くらい前ですね、明石家さんまっていうのもあ行ですから、これから更新の指導はのするという立場に多分なっていくでしょうね。和田アキ子の和っていうのはあいうえを強化した和なので、これもやっぱりちょっと親分的になっていくんでしょうね、はい、ということなので、一応そういう宇宙の法則です。で、人間の縁、お金の縁、応援支援の縁、実は植物に対して愛してる、大好き、ありがとうをずっと言っていくと、その植物が全部味方になるという宇宙法則があります。ついこの間、忘れもしない1週間前か2週間前か3週間前か4週間前か忘れてるんですが、はい、で20人ぐらいでね、泊まりがけの合宿をやってる時に、そういえば朝顔のシーズンだよね、もしかしてホームセンター行くと朝顔が鉢植え売ってるかもしれないから、あったら買ってくると面白いね、スタッフある男が買ってきました。で、朝顔はね、私が20代の頃に、実際に試してるんですけど、朝顔のつぼみに向かってね、朝顔って朝さんから朝顔なんですよ、その朝顔のつぼみに向かって明日の朝起きるのが遅いので、ちょっと花開くのお昼ぐらいにしてくれってこう声かける、うん、お昼になってくれると嬉しいな、朝美しい姿を咲かしても私見ることができないから、明日起きるのが午前11時なので、午前11時から午後3時までに咲いてくれないかなって声かけると面白いよって言ったんです。彼はその通りやった。翌日なんと午前11時ですよ、花開いたのが朝ではなくて、でお昼ぐらいに満開になって3時ぐらいにつぼを見ましたね。で、もう一度提案をしました。この朝顔が初めに向かって、明日こういう風になってくれって言ってみてください、明日午後4時、5時、6時ぐらいに花開いてね、朝顔を夕顔にしてしまうと言ってください。すごいでしょ、昼顔を通り越して朝顔を夕顔にしてしまう、だから翌日は霧つぼにして次の光を入れてしまう。あ、分かんない人はいいわ、これは源氏物語を読んでる人じゃないと分からない、そんなことはどうでもいい。朝顔はね、サボテン第一、人間の言葉を理解する。サボテンが第一、第二がネムの木、第三が朝顔という感じなんです。ただこれは鉢植えとして、あ、ネムの木の場合は鉢植えではなくて庭木なので、ちょっとこう自分で買ったナイフかなんか持ってて、それでこれから葉っぱを傷つけるぞとかって言葉で言うとね、いきなりね、開いてたからシュンと閉じますよ、ネムの木って。だからあんまりこの時期はしない方がいいと嫌われるかもしれないから。でもその3番目の朝顔というのは目の前にあるのでやりやすいだけで、もっと言うことを聞いてくれる植物はたくさんあるのかもしれないけども、とりあえず私の今までの40年の経験だと第一がサボテンで第三が朝顔なんですね。で、全ての植物が全部実は人間の言葉や感情を理解できるのかもしれないですよ。我々はそういう付き合い方をしてこなかっただけで、だから植物に向かって何でも声かけたらそうなるのかもしれない。松江で死んだ小泉八雲っていう人がね、12月だか1月に亡くなったんですよ。で、寒い時に松江の冬っていうのはもう枝が全部枯れ枝になってますよね。で、小泉八雲は日本人以上に日本人だった人で、庭先に咲いている桜がものすごく好きだった。で、どうも自分の命持たないみたいな、君のね、美しい姿をもう一度見たかったな、残念ながらそこまで自分の命は持たないみたいだって、もう一度見たかったけどって残念だって言いながら死んでたんですね、小泉八雲。亡くなったその日の翌日にね、真冬なのにこの桜の枝が全部満開になった。
満開につけたっていう伝説的な話があるですよ。だから桜の木も全部そういう言葉を聞いてるのかもしれない。我々はただ声をかけたり会話をしても無駄だって思ってるだけで、実はそういうことをしてなかったから植物が反応してないのかもしれないです。全部植物が話しかけると人間と同じかそれ以上に反応を示すものなのかもしれないね。だから街路樹で鼻水来てもらうでしょ、もうちょっとちゃんとしたら鼻水ばっかりそうすると鼻水を垂らさない気になるかもしれないけど、つかないでくださいね。鼻水来てそういう意味じゃないからねで街路樹なんかも、きれいな花ねとかきれいな葉っぱねとか素晴らしい紅葉ねとかって言って声かけてると、この人のためにもっとやる気になっちゃおうかなって思うようなところがあるみたいですよ、うん、だからそれも結構面白い。これから皆さん鉢植えをもし自分の家に持ってるんだったら、とにかく徹底的に声かけてごらんなさい。その通りになるみたいな。で、私ね、朝晩に向かってね、ものすごい面白い実験をやったんですよ、その20代の時に。毎日面白くて楽しかったんですけどね、こうやって、ね、つぼみができてくるでしょ、このくらいの3センチぐらい、3、4センチのつぼみがこうできてきて、色通りのように、外から見ると色通りのようになってるんですよ。でこのつぼみね、朝開いたら一万円札になってるようにずっと声かけられて一回もなりませんでした。これはちょっと失敗、今のところそれはならないという結果です。なぜそうなるのかわかりません、はい、朝顔に聞いてみないと。でも突然変で一万円札を作る朝顔というのができたら面白いですよね。例えばね、犬や猫、うちの去年の1月に、捨て猫を1匹拾ってきまして、また飼い始めたんですけど、1年で10キロぐらいになりましたね、まあ、1年半経ってますね。で寝方もね、親方座ってないので両手を上にして両足をまっすぐ伸ばして合計で1メートルになって寝てます。あの飛び込み台の人みたいなそういう格好して寝てるんですけど、10キロのボテッとしてますよ。でこの猫に、まあ、生まれてから捨てられてすぐに拾ってきたもんですから、ずっと日本語で話しかけてきたので、日本語はよくわかりません、はい、で普通に話してるとニャッと言いますもん。だから全部日本語理解してるんだと思いますよ。私20代の時、21に父親に追い出されて30で結婚した。9年間一人暮らしをしてましたが、実はもう一人同居してるのがいて、それはオス猫1匹です。オス猫の捨て猫と私と親に捨てられたものとしては手に手を取り合って生きてましたでこれも生まれてから1週間経ってないところで拾ってきて、ずっとマンツーマンで暮らしてたもんですから、よくわかるようになりましてね、私の言うことも足し算までわかるようになったんですよ。3足す4はニャニャ割り算だってできるんですよ。14割る2はニャニャすごいですよ。ただ人の相談がちょっと緊張感を要するで、その辺行ってちょっとあのインクをひっくり返して原稿読ましたこともあるので、その辺行ってちょっと反省してなさいって言ったら、映画を出てね、一人でこうきちんと座ってね、こうやって月を見てたことがあるんですよ、その猫が。でその後ろ姿を見てたら、すごいかわいそうになってね、もういいよいいよって言って、もう許すって言って向こうからスタート開けたら、いやって言ってバッと入ってきます。全部演出で分かってる、自分のことだ。犬や猫も全部分かってるんだと思います。ただ我々は話しかけても分かんないと思ってきたから、そういう話だったんだと思う。
で、鉱物も例えばね、そのここに包丁があるとするでしょ。で、台所の脇に包丁が乗っかっている。そこをちょっと歩いた時に腰に触れた、あっと思った瞬間にくるくるくる。で、鋼の方が当然重たいわけですから、それが足の先にブスッと刺さりそうでしょ。で、そういうことがあったんですけど、柄の方からトンと落ちるんですよ。で、足に刺さったことがない。で、いつも愛してるって大事に使っていると、この刃物がこちらに傷をつけることがないんです。結婚して31年小林家では食器が一個も割れたことがありません。コップが落ちるときにね、なぜかね、ここで落ちる、この斜め通って、割れない。不思議ですよ。で、誘拐事件も起きたことがないんです。さらわれたことがない31年間にこの食器が割れたことがない。落ちたのは落ちた、何回か、だけど一回も割れない。みんなその割れないような角度で落ちる。なぜか世話になってる食器っていうのは、この人物に世話になっているのが心地よいので、大事にされているのが心地よいので、もうしばらく痛いっていう、なんか自信があるみたいですね。で、シアトルマリナーズのイチロー選手はバット打った後にバットを放り投げることを一切しない。必ずヘッドをくっつけてから、それから手首を離している。投げることを絶対にしない。それからフォアボールの時はそーっと横にしておいて、それもボールが当たる面を必ず上に向けて、その地面の方に向けない。バットの手入れ、グローブの手入れ、スパイクの手入れ、全部自分でやってる。グラウンドボールに一切させない。それでライトフライ、大きい大きい、さあ、ホームランになるかっていう時に、イチロー選手こう見ながら、 見ないで飛びつきますよね。こうグローブ出してボールが入りますよね、そのグローブ。なんか道具を味方につけてる感じがありますね。どうもね、鉱物も大事にされてると味方になるみたいですよ。鉱物も植物も動物も全部愛してる、大好き、ありがとうっていう言葉とその行為行動を示してあげると、なぜか全部が味方になるように働いてくれるみたいな、これが宇宙の法則です。そしてもっと高度な機能を持っている人間に対して、愛して大好き、ありがとう、そういう言葉と態度でしていくと、なぜかみんな味方になってしまう。はい、だから厳しいことを言ってくれる人が周りにいる人は、今日からすごく楽しい。はい、どのくらいで変わるか、変えられるかっていうのはすごく楽しい。すぐ楽しい、すごく楽しい。ということですね。で、応援支援の縁でしょう。それから今度は、宴会の縁。人生は宴である。人生を修行だ。苦しいものを乗り越える場である。だから、私の病気もそうですね。事故に遭った人もそうですね。人生は苦しく辛い修行の場であるって捉える人もいる。そういうふうに捉えるのも一つの乗り越える方法ではあるんだけども、どうも人生は修行の場として作ってあるわけではない。楽しむためにこのように人生を選んで自分で降りてきたみたいな。なので修行なんだ、我慢すべきものなんだって思うのも一つだけど、そうではなくて、それを楽しみながら人生を生きていくんだよねっていう考え方に切り替えると、また全然違うものになるということです。まあ、人生は楽しむべきものなんだよ。観音経っていうお経があって、この観音経はね、こんなことを言う。楽しそうに遊んでる子供を見ている人がいると。で、楽しそうに遊んでる子供というのは、実は観音様が変装の名人としてこの子供の姿を借りて
シャマを楽しみに来ている。シャマっていうのは人間の社会のことを言うんですけど、このシャマのことを一応、テーマソングというとシャマダバダ、シャマダバダ、シャマダバダと言わないな。今は言った人は45歳以上11PM っていうのを知ってる世代の人です。でこのシャマを楽しんで、帰っていくんだっていうのは観音教っていうのが教えてるものなんですけど、その楽しそうにキャッ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 騒いでる子どもたちというのは実は観音様の化身で、観音様が人間社会を楽しみに来ている姿であるかもしれないというのが観音教の第一の教えで、観音教の第二の教えはかもしれないではなくてそうあるというか、ね、で気象まで来ると今度は気象点結の点、それを笑顔で見守ってる私も観音様の生まれ変わりかもしれない、かもしれないと言います。そして気象点結の結、それを笑顔で楽しそうに見守っている私も観音様の生まれ変わりであるって観音教は言い切るわけです。だから楽しそうに遊んでる子供も観音様の生まれ変わり、それを笑顔で見守っている私自身も観音様の生まれ変わりでシャバを楽しみに来たんだっていうのが観音教、修行に来たのではない、乗り越えに来たのではない、病気であろうと事故であろうといろんな災難であろうとトラブルであろうと、それを面白がって楽しんで死んでいくものである、そのために人間の姿形をもらったという考え方です。ちなみに魂は魂だけの時、肉体を持ってない時、大体平均的に 2,300 年で生まれ変わります。魂は肉体が大体80年ぐらいしか持ちませんけどね。で90年持ったっつっても布団の中で10年見たんだけど、あるから怖い話ですね、怖い話ですね。そういう話ではなくて、とりあえず肉体的には平均的に80年ですけれども、それが魂の段階では大体200年ぐらい魂だけでいるわけです。魂だけの時はとても楽なんです。食べなくていい、飲まなくていい、眠らなくていい、トイレもいらない、風呂に入らなくてもいい、何にもしなくても全然面倒くさくないんですよ。眠くなりもしないし、皆さんがね悩んだ苦しんだんですよ、全部肉体の問題です。お腹が空いた、肉体があるからです。眠くなった、肉体があるからです。おしゃれもしたい、肉体があるからです。ダイエットしたい、肉体があるからです。ウエストを細くしたい、肉体があるからです。特別な反応を示していることを気がついていますか。はい、全部肉体にまつわったものを悩み苦しみだってみんな思ってますが、実は魂自体は魂だけの状態では何にも進化しないんですよ。実は魂だけ200年一人でポツネンとっても何の成長も進化もしない。魂は200年ぐらいじっと何の問題もなく生きてるんですけど、これだと刺激がなくてつまんないな、そろそろ神様肉体もらってちょっと刺激的な80年送りたいんですけどって言って申請をしますね。そうするとそうか、ついにそういうふうになったか、それまでに大体200年暇を与えたけど、そういう気持ちになっていればなりました、なりました、そういうふうにさせてください。じゃあ今度は病気を選ぶか、事故を選ぶか、それとも借金取りに追われる生活を選ぶか。前回は借金取りに随分追われて大変だったので、今回はじゃあ病気を選びたい。じゃあ病気は糖尿病にするか。一応日本で生まれたので糖尿病にていきたいと思います。というようなことを全部自分で申請して神様が OK を出したということで、それを背負いながら生まれてくるのが人間だから、それを辛い悲しいと捉えて修行だ我慢だって捉えてもいいけど、実はそれを設定しなければですよ、
肉体がないところでは何百年いても全然進化成長しない。故に何百年ぶりまで成長進化したいっていう人は必ず肉体を欲しがるわけですね。肉体がないと成長進化しないので。わかりましたか？だから肉体があって起きることっていうのは全部自分が希望して起こしているもので、魂自体は閉じ込めないんですよ。わかりましたか？皆さん自分の魂に手を当ててって、魂手を当てられませんけど、魂に手を当てて聞いてみてください。魂閉じ取ってますか？魂って閉じ取ってないでしょ。閉じ取ってるのは肉体だけでしょ。魂病気してますか？魂病気してませんよ。病気してるのは体だけです。事故に遭って寝てる、病院のベッドで寝てる、魂に聞いてみます。魂傷ついてますか？傷ついてないです。傷ついてるのは肉体だけです。それが分かってくると、あ、肉体を通していろんな勉強をしてるんだな、それは体験を楽しむために、成長進化するために、肉体を自分がリクエストして神様に OK をしてもらったものであって、魂自体の傷つき方だとか疲れ方っていうのはないんですよ。成長するだけで魂は。あ、真面目な話。